失神 KO レフェリーストップによる異様な幕切れザ・アクシデント起きてはいけない何かが起こった危険な試合とはこのチャンネルは毎週土曜午前10時に公開チャンネル登録・高評価よろしくお願いしますお笑いの世界やテレビ業界の用語にプロレスという言葉がある あくまでお互いに理解した上で場を盛り上げるために激しく言い争うのがこの場合のプロレスであるある芸人がターゲットに毒舌を吐きその相手もそれに乗って反撃することで笑いにつなげるというものだこのようにプロレスはエンターテインメントであり真剣勝負ではないという認識が一般的なものになっているが時としてそれを覆す展開が生まれる レスラー同士のプライドのぶつかり合いや技を受けるタイミングがずれてしまったことによるアクシデントなどで危険な試合になってしまうことがあるのだ日々のリングで数え切れないほどの技を受けながら全国を巡業して一年中戦い抜くプロレスラーはまさに受けの達人であるそんなプロレスラーたちにとって最も危険な技は何だろうそれはズバリ、 顔面への攻撃である相手をノックアウトした試合は脳への振動に直結する顔面への攻撃によるものが最も多いことが過去の事例からも明白になっているのだ例えば2023年1月21日横浜アリーナで行われた新日本プロレス対プロレスリングノアの対抗戦岡田和親真壁闘技対 清宮海と稲村良樹のタッグマッチでも顔面蹴りが起きた岡田と清宮両団体の顔同士には因縁があり以前の対戦で干渉していた岡田はその試合中も「清宮など眼中にない」と言わんばかりの態度をとっていた岡田が稲村を捉えたところで清宮がカットに入り背中にストンピングを落としても涼しい顔で受け流し 清宮の方を振り返り返もしないそれに腹を立てた清宮はストンピングをやめ思い切り岡田の顔面を蹴り上げた岡田の額は腫れ上がり血が滴り落ちた掟破りともいえるこの攻撃にはさすがの岡田も激高し清宮を場外に叩き落とした試合そっちのけで殴る蹴るの攻撃を加える岡田に清宮も応戦し 岡田の顔面にドロップキックを叩き込むとサッカーボールキックでさらに蹴り上げた結局収拾がつかない展開になりノーコンテストの裁定が下された岡田に対する清宮の顔面蹴りを見てあの事件を思い出したプロレスファンも多かったのではないだろうか1987年11月19日 新日本プロレスの後楽園ホールでの6人タッグマッチで前田明が背後から長州力の顔面を蹴って重傷を負わせた顔面襲撃事件である長州力正斉藤広斉藤対前田明木戸治高田信彦の6人タッグマッチは新日本の覇権をめぐって冷戦状態だった長州と前田によって凄惨な喧嘩マッチとなってしまった。 試合の中盤で木戸にサソリ固めを仕掛けようとした長州そこに試合の権利がない前田が背後から回り込み長州の顔面にキックを浴びせたのであるカットプレーと呼ぶにはあまりにも強烈なこの一撃で長州は右眼下低骨折全治1ヶ月の重傷を負ってしまったのだ背後から不意打ちで目を狙った前田の攻撃は厳しく糾弾された 新日本の総帥アントニオイノキもプロレス道にも取る行為と断罪し新日本は前田に無期限出場停止処分を下し翌88年3月に前田の解雇を発表した長州への顔面襲撃事件の9ヶ月前にも前田は顔面へのキックで試合を決めていた1987年2月2日 埼玉県の加須市民体育館で行われた前田明高田信彦対藤浪辰巳越中四郎のタッグマッチでうつ伏せになった越中の顔面に前田がステップアップ気味のキックを見舞った足をばたつかせて悶絶する越中はそのまま動けなくなりレフェリーがゴングを要請した後も全く動けないという異様な幕切れとなった。 当時の模様を伝える専門誌には「負傷明けの腰を厳しく責められた腰中にレフェリーがこれ以上は無理と判断」とあるが控え室の写真には腰ではなく顔面に濡れタオルをかぶせられ横たわっている腰中の姿があった当時の前田はこの危険さが魅力だったとも言える危険な蹴りは許されざる行為ではあったが信念を持って自分を貫いたことで ファンはその生き方を支持した。そして前田を断罪した猪木の時代が終わるきっかけにもなった前田のようにキックの破壊力に定評があったのが橋本真也である破壊王の異名に偽りなくプロレス最強を信じそれを実践してくれたレスラーだった橋本の蹴りの凄まじさは若手当時から目を見張るものがあった。 デビュー3年目の後藤辰寿戦では試合10分ほどで見舞ったキックが後藤の顎にヒットして脳震盪を起こしてレフェリーストップとなったその橋本の喧嘩マッチといえばなんといっても1999年1月4日に新日本プロレスの東京ドーム大会で組まれた小川直也との一戦だろう当時の新日本でトップレスラーだった橋本が 世界格闘技連盟 UFO 所属の小川にシュートマッチを仕掛けられパンチキック関節技で防戦一方となり最後はエプロン際での強烈な蹴り上げによって無残にも KO されるという壮絶な内容だったこの試合は終了後のリングで両者のセコンド陣や所属レスラーたちが繰り広げた大乱闘の模様も含めその一部始終がテレビ朝日系列の「 ワールドプロレスリングで放送されたこともあって反響は大きかったそんな橋本のことを「橋本が危険なやつとは笑わせるあいつは試合が下手なだけ」と言い放ったのが佐々木健介である長州がエースを務めていたジャパンプロレスで鍛えられた健介には「プロレスをなめたら許さん」という心情があったそれが最もよく表れたのが 2000年2月1日の鈴木健三とのシングルマッチであるデビュー間もない健三が中途半端にスピアーを狙ってくるところに健介は遠慮のないミニストレートを放った顔面を打ち抜かれた健三はあえなく混沌わずか6分1秒でレフェリーストップがかかった試合後の健介のコメントもプロレスラーのプライドを感じさせるものだった もう少し大きく受け止めてやればよかかったかなまああんなもんでくじけてちゃしょうがないでしょうちなみにケンスケとの一戦でプロレスラーとしての甘さを露呈したケンゾーはさらにとんでもない試合結果を残したことがある2001年6月2日小島智と,とのシングルマッチでレフェリーストップ負けを喫したのだがその理由が小島の厳しい攻めではなく 小島ににストンピンピグ攻撃をを仕掛けた際に勢いがつきすぎて、自分の右膝を脱臼したというものだった。その後の健造は WWE スーパースターズへの仲間入りを経て健造としてハッスルマニアに参戦狂言師の泉元屋と一騎打ちし素人を相手にプロレスの試合を成立させるという離れ技を演じられるほどの成長を遂げているさて 若手同士の試合で思い出されるのが2002年2月1日に札幌で行われた吉江豊対ブルルーウルフの一戦であるモンゴル出身で格闘一家で育ったウルフは後の横綱朝青龍の兄としても知られた若手の有望株だった対する吉江はリング外での自虐的な発言や160キロという巨体から どことなくコミカルな印象を受けるレスラーである試合は壮絶な張り手合戦となりウルフも負けずに張ったものの体重差のあるヨシエの強烈な張り手にはかなわない強烈な張り手の5発目でウルフが大の字にダウンヨシエが無理やり起こそうとするがウルフは両目を閉じて動かないまさかの失神 KO だった よしえはこの1年後棚橋宏とのタッグで挑んだ柳沢龍志魔界一号との試合でも恐るべきポテンシャルを見せつけた試合開始から10分が過ぎた頃全体重を相手の上半身に乗せたテーズプレスを炸裂させたのであるまともに食らった柳沢は失神しレフェリーが試合を止めたその他にも2メートルを超える巨漢レスラー ジャイアントシンの頬骨を裏剣で折ってしまったこともある普段はにこやかな表情のよしえだけにその激しさにはより恐ろしさを感じるそんな若手同士の一戦が最悪の事態を招いてしまったのが2000年4月14日気仙沼市総合体育館大会で開催されたヤングライオン杯初戦である。 柴田勝頼と対戦していた福田正和は試合中に柴田のフライングエルボーを受けて頭部を強打し試合終了後に意識不明の重体に陥って緊急入院するその5日後の4月19日急性硬膜下血腫により福田はわずか27歳でこの世を去る柴田はその後「義を尊ぶ者は命を懸けても自分の守るべき名誉を守る」 という意味の烈死巡命を自らの拠り所にするようになるこの言葉には不慮の事故で死に追いやってしまった福田への鎮魂の意味もあったように思われるその柴田が相手の顔面パンチでリングに沈められたのは2002年2月16日の両国国技館大会である柴田と対戦した松井大二郎は UWF インターからキングダムに移りその後高田道場にも所属していたバリバリのグラップラーであるその松井が放った強烈な顔面へのパンチを受けて柴田はあえなくダウンしてしまった松井はそこからバックを取りスリーパーに移行しようとしたが柴田の身体は脱力してぐにゃりと曲がったまま明らかな KO 状態でレフェリーがストップを要請した 佐々木健介のミニストレート吉江豊の張り手柴田のフライングエルボー松井大二郎の顔面パンチと拳や腕の打撃によるノックアウト劇を続けて紹介してきたがやはり危険度が高いのは頭部へのキックであることは言うまでもないそもそもプロレスにも蹴り技はあるが蹴り技主体のプロレスを浸透させたのは UWF 勢であるし 蹴り技によって実績を残した UWF 系レスラーも多い。蹴り技の威力が危険極まりないことを実証してしまったのが、2001年6月6日の日本武道館大会で、永井光也が飯塚隆をノックアウトした試合だ。コーナーに追い詰められた飯塚に、永井がキックのコンビネーションを見せる。その際、永井の強烈なハイキックを受けた飯塚が、 崩れるように尻餅をついたそしてボディを狙って繰り出されたはずの永井のローキックが尻もちをついた飯塚の顎に直撃してしまう全日本キックボクシング連盟のプロライセンスを持つ永井のキックをまともに食らってしまったのだからたまらない顎に衝撃を受け目の焦点が合わなくなった飯塚誰が見ても異常だとわかる状態で すぐにレフェリーストップの最低額だった首を負傷した飯塚は身体にしびれが残り1年以上の長期欠場を余儀なくされた2003年6月5日の後楽園ホールで州都出身の佐藤光平がインディー団体を渡り歩いてキャリアを重ねてきたテングカイザーにノックアウトされた試合も顔面下痢による結果だったちなみにテングカイザーの正体は アマレス界最強の男と言われた八代明が「すごい素質の持ち主」と絶賛した丸山章一である2004年2月15日の両国国技館大会で天竜源一郎が長野正弘に TKO 勝ちを収めた試合も顔面へのキックであったタイミングがずれて蹴りがもろに顔面に入ってしまって試合続行不可能となったわけだが 当時54歳の天竜が15歳も年下の長野を TKO したことが大きな話題となった今まで紹介してきた新日本プロレスに比べジャイアント馬場率いる全日本プロレスではレフェリーストップによる裁定は極めて珍しいそんな全日本で第1試合でレフェリーストップとなったのが1997年8月19日の 池田大輔対金丸義信の試合である若手の頃から受けには定評のあった金丸を池田がローリングソバットでノックアウトした一戦には前座の試合とは思えない緊張感があった池田はその後も全日本のマットに上がり続け世界ジュニアへの挑戦権も早くに与えられているその全日本で長年にわたって不動のエースを務め プロレスの天才、プロレス界最強の男と謳われたのがジャンボ・ツルタである師匠のドリー・ファンク・ジュニアから徹底的に叩き込まれたプロレスのテクニックと対戦相手から化け物と恐れられるほどの無尽蔵のスタミナを武器に世界中の競合と数々の名勝負を繰り広げてきたそんな鶴田が相手を戦闘不能の状態まで追い込んだのが 1989年4月20日の大阪府立体育館大会天竜源一郎とのシングルマッチである試合開始から15分が経過し徐々に試合が温まってきた辺りで鶴田がしなやかな腰の反動をつけて天竜にパワーボムを見舞った「ワンツー」とレフェリーのカウントが進み天竜が跳ね返すのを待っていた鶴田だったが なんとそのままスリーカウントが叩かれた唐突な決着に場内からも「えっ?」という声が上がるほどだったが勝ち名乗りを受ける鶴田が一番不思議そうな顔をしていたあのミスタープロレス天竜源一郎が鶴田の足元で失神していたのであるちょっとやりすぎちゃったかなと後に鶴田は苦笑していたプロレスは「 そそもそも危険と隣り合わせであるだからレスラーは体を鍛え専門的な受けの技術もしっかり練習するのだそれでも時として試合で起きてはいけない何かが起きてしまうことがあるリングの上で命を落とす者やレスラー生命を絶たれる者もいるだがそれもまたプロレスの宿命であり